ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。今ですね、初めてマスオさんのね家に来たんですよ。そう、僕が来たことあるのはこの前の家なんで、この今住んでるところに来るのは何気に初めてなんですよ。で、今日はね、自宅探索と、一応ね、いい人だから、これ盗聴器がないかこれチェックしに行きます。特にドッキリとかではないんですけど、突撃だ、深夜だからね、侵入。こんにちはでーす。こんばんはでーす。こんばんはでーす。こんばんはでーす。来た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 。ごめん、ここね、あ、電気切れてるわ。ごめん、入り口電気切れてる。ポイントその1、で、玄関の電気が切れています。この前切れちゃってしまいまして。そうですね、玄関は大事ですよ。そうなんですよね。そう、じゃあまずは普通に見ていきましょう。恥ずかしい。うわ、初。大丈夫、こんなにガーって映しちゃって。ある、それの動画で映したことない。あ、てか大丈夫、うん、こっちの部屋初見せんの。てかあることも知らないと思う、みんな。すげえ。じゃあまずまっすぐ行こうかな。じゃあ閉めておこうか。じゃあ閉めておこうか。こんなんなってますよ。はい、結構いいとこだよ。うわぁ、百均が言うかそれ。あ、でもあ、こんなんなってんだ。こんな感じだよ。ああ、なるほど。いや、いいじゃん。いや、恥ずかしいこれ。ここよく見てたとこだ。あ、そうだ、これ閉めて、こっちを。そうだね、外が見えちゃいます。そう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 。ああ、ここで編集してるわけですね、こうやって。そうなんだよ。編集でーす。編集でーすってやってんだね。今日の編集のやつもやるけど。あ、ほんとだ、机なんだこれ。これね、なんか元からあんのかと思って。普段だったらこう、ダイニングキッチンみたいにする用のテーブル。いいね、でもね、カウンターキッチンっていうのが結構いいですね。あ、今、はい、プレイステーション VR がありました。 VR、はい、本場の発音で VR。 カナダの発音ね。いやー、あってかわかんないけど。あ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。なんでなんでなんで。いや、なんでもないよな。バランスボールでね。はい、バランスボールで持って寝てますわ、こうやって。特にこう、珍しいものって。持って寝てないけどね。バカ寝てんだね。寝まーすって言って。寝ないから、こんな普通に寝るから。まずツッコミを入れてしまう。あ、普通なんだよな。そこのこのベッドマットレス分厚くていい感じだね。これね、実はめっちゃいいんです。あ、やっぱりこれね、全部で。え、このマットレスのフランスベッド、ウマンのベッド。ちょっと待って。そう、でも動画で紹介したんだ。え、これ言っていいの。え、これ言ったらわかんないかな。ピー入れて使おうかな。いや、そうだね。ちょ、見といてください、これほらこれ。で、分かる人見たら分かっちゃうのかもしれないね。これ、見てほらこれ。もう食パンで言ったらこれスーパーソフトだって。ダブルソフト。ダブルソフト。ダブルソフトバリの厚さしても道理で。でもね、いい寝心地だよ。瀬戸さんの名言ね、人生の3分の、なんだっけ、1は寝てる。そうなんだよ。そう、それで俺いいのにしちゃったんだよ。なんても言ってた。で、ここでマスオ TV を撮ってるわけね。そうだね。こういう感じからこういう感じで撮ってて。そっかそっかそっか、いいね。汚いんですよ。ね、これですよ、ポイントは。あ、知ってる？知ってるよ。これね、僕らのあの故郷新潟上越のね、妙高のレルヒさんっていうゆるキャラ。レルヒさんというのはね、スキーを日本に持ってきた元スキー部。そう、人ですよ。そう、ゆるいっていうか怖いよ。ちょっと怖い、ちょっと怖い。本当に怖い。ほら、これマスオ TV 用のいい照明じゃないですか、これ。でもこれそんなにすごい値段するわけじゃないけど、カズさんの動画かな、うん、で見たんだよね、いいって。で、ここのボタン、おー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 、光っちゃった光っちゃった。おー、マソでーす。マソでーす。やべえこれ、やばい、強い。やべ、ちょっと近くで浴びすぎたわ今。今目近く、いや、目がやばかった。やばいやばいやばい。で、これここからはい、ライブの時間がやってまいりました。マスオライブです。じゃあ即興で、じゃあ YouTube テーマソング。YouTube。 今、でもやっぱさすがだね、やっぱコードがちゃんとこう抑えられるから。すごいでしょ。すごいぽいぽい。え、今のでいいの。え、合格点もらった。え、なんか全然やっぱその何やってる人だなっていうのは伝わってくる。あ、よかった。すげえ。うまくないけどね。あ、それこれさ、あれだよ、ん、中学生と小学生の時のやつだよ。道理でフリーと思ったわ。分かるでしょ全部。ああ、やべえ、これ古い。これすごい、ほら、この四角がないやつだよ、まだ。うん、和睦の飛車。ないないない。知ってる人は知っている。
いや、かなり、だって一緒にこうさ、地元でやってた時のやつだよ、こういうのが。うわやばいな、ある、結構やばいな、ある。ちょっと待ってね、俺もさすがにこの古いのはわかるから。これやばくない？これやばいね、結構ボロボロだけど。ボロボロなんだよ。ケースがボロボロなのかな。やばいね。うん、超年季入ってんだ。やばいよ。あ、これとかもそうだ。これね、あの当時のやつなんだよね。あの右下の、何光ってる四角がないんだよね。懐かしい。ほんと小学校6年ぐらいの時のやつだね。そう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 。でも今でもそれ遊ばれてるってすごいね。すごいことだよね。すげえな、うん、これやっぱこれですよ、はい、さあ幸せいっぱいでーす。いっぱいでーす。これおばあちゃんが描いたやつ。そうなの。そう、いいやつじゃん。80何歳のいいやつじゃん。そう、孫に全員に配った。おばあちゃんありがとう。ああ、ありがとう。キッチンでーす。やべえ。ここであのなんか簡単なんだこれは。ちょっとこれ見せ、これやばいやばいやばい。今日のちょっと今日の昼飯ちょっと膜張ってますけども、これ何ですか。これね、鍋、キムチ鍋作って昼食べたんだけど。でもね、男の一人暮らしでキムチ鍋一人で作ってるのは偉い。これもやばい。おじゃーす、うわー、マスでーす、んちゅでーす、マスでーす、お兄さん。で、じゃあ冷蔵庫ですね。あーやばい。冷蔵庫か。でもどうだろうな、冷蔵庫。あ、でもね、思ったよりなんかやっぱでも素晴らしい料理してるっていうのが伝わる。調味料の山。そう、調味料が、まあね、あとありすぎちゃう。卵とかね、牛乳、納豆、健康的なもんばっかりだな。いや、もうダイエットしようと思ったからちょっと自炊しようと思って、ちゃんと。じゃあアイスですよね、あとは。あ、ここ一緒か。ここは冷蔵で、ここだな。うお、これですよ。そう、今の時代これですよ。ヨーロピアンシュガーコーン。それね、ダイエット前に買っちゃったんだよ。じゃあ1年後ぐらいにね、食べましょう。1年もダイエットしなきゃいけなくなっちゃった。アイスはずっと持ちますから。はい、じゃあ次、お風呂かな。お風呂。お風呂、え、いいよ別に。あ、そう、別に何もないもん。お風呂行きます。幼なじみ結構行くんだね、これ。本当に容赦なく行こうかなと思って、ね、やばい。ああ、お風呂ですね。普通だよ。うわ、ああ、なにこのかっこいいシャンプー。そう、これ、あとかっこいいやつだよ。かっこいいやつね。入ってますよ。うわうわ、入られてる。靴下のこのシリーズはもう人ん家来るとやばい。これやばいね。広まっちゃうかもしれない。実はね、今までマスオジがね、全く見せてない部屋があるらしいんですよ。いや、そうなんです。そうなんですよ。秘密の部屋、怪しい部屋です。やばい。一切本当に全く見せてない。ここでしょ。そうそう、なんだこの部屋は。ムムム、この部屋があることもみんな多分見せてないんで。これは素晴らしい。ちょっとじゃあ電気をつけてもらって。はい、これ見てください。これそう、もともとマスオさん YouTuber になる前マッサージ師だったんですよ。そうなんです。で、今でも家族とか友達とかをマッサージしてあげるためにね、これマッサージ時代のこのなんか何そう、マッサージベッドでちゃんと部屋として治療室みたいな。そう、今日はね、それをしてもらいに来たんですけどね。そう、肩こりが。そう、これまた別の動画でやろう。うん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 。それではね、マスオさんちに盗聴器がないかチェックします。これ怖いね。これね、いい人だからね。そう、どこだ、フィッシャーズドッキリしちゃってる。俺知ってる、このドッキリ見たから。普通に見に来ただけ、うん、なんかね、ピピピピピってなんだけど大丈夫。いきます。怖いな。これは Wi-Fi とか。 Wi-Fi。 そう、え、怖いんだけど本当に。え、大丈夫かな。だからもしこれでピピピピって言ったら、いつもはい、マスオでーすって言ってるのが聞かれてるってことだからね、うん、大丈夫大丈夫だ。今のところ大丈夫っぽいね。え、怖い、やめて。でも俺登場しても何にもないけどね。あ、大丈夫。この辺が怪しいぞ。ほら、あ、ほら。違う大丈夫そうだけど、ね、あーつって。あー、大丈夫そうだな。大丈夫、うん、怖いなこれ。怖いよね、結構。うん、結構怖い。なんか動画で見てたけど、何もあるわけねえよって見てたけど、結構怖いな。あ、よかった。大丈夫、これ大丈夫。え、大丈夫。あ、大丈夫だね。あ、よかった。これどう、あったら動画にできなくなっちゃうな。うん、はい。うん、大丈夫だね。なんかつまんなそうだね。残念ながら大丈夫です。残念ながら、残念ながら大丈夫、はい、残念ながら大丈夫です。じゃあこれで引っ張られてもらって、あ、痛
て、結構いてこれ、あれでしょ、あのテレビのやつですよ。そう、テレビのやつ。ああ、結構いてえな。いいことだるわ。はい、ということで、マスオさんちには残念ながら登場機はありませんでした。よかったー。よかったね。はい、というわけで、だいぶね、幼馴染とはいえ、だいぶ困らせるぐらい。いや、びっくりした。ここまで行くっていう。お見せできたと思います。マスオ TV& マスオゲームズ、ぜひぜひご覧ください。概要欄にリンク載せておきます。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、バイバイバイ。